どうもこぶです。今回はバトルフィールド2042についての紹介です。内容としてはゲームモードのハザードゾーンです。こちらの記事として、バトルフィールド2042ハザードゾーンの戦術的アップグレードと詳細がデータマイニングで明らかに。ダイスはバトルフィールド2042のハザードモードについてまだ何も明らかにしていませんが、 データマイニングによってハザードモードの情報が浮上したようです。なお、こちらのゲームモードの情報に関しては、すべてデータマイニングされたもので、ゲーム内で確認されたものではありません。こちらがハザードゾーンのタクティカルアップグレードについて、まあ一覧があるんですけど、そちらについて紹介いたします。 スポッティング追加のストレージ開始時点でのアーマー投擲可能な弾薬ロードアウトの保護より早く回復する配置速度ボーナス報酬追加のリスポーンビーコンボーナス報酬です BF2042 のゲームモードであるハザードゾーンについて言うとエスケープフラムタルコフとハントシャットダウンをミックスしたようなものです 繰り返しになりますが、これはデータに基づいた情報であり、今のところ確定したものはありません。今回はバトルフィールド2042ハザードゾーンの戦術的アップグレードと詳細がデータマイニングで明らかになったという紹介でした。またですね、BF の情報が上がり次第上げていきたいと思います。